はい、皆さんどうもこんにちは。焦点が合ってない。私たちは、仙台に今来てて、今時刻が何時ですか？午前2時50分。え7時50分、うん、おお、吹きみりに牛タン屋さんに行ってきて、本当に有名なね、ところに行けて、たまたま運がよくたくさん美味しいもの食べれて、さらに小説しか2人で頼んだ単品が2人分来たみたいなんで、すごくいい思い出でした。で、今居酒屋とか行って帰ってきて、彼の17ライブに参加して、まあそう、居酒屋でも結構飲んだんですけど、今チャミスルを1本と半分以上ですね、もう開けてる状態です。でもう本当だったら寝なきゃいけないんですよ、明日も早いし。なんですけど、どうですか仙台は。ここどう考えてもさ、とてもいい時間を過ごしておりまする。本当に筋肉落ちたな。ごめんなさいね、時間を無駄にしちゃって。俺ね、すげえ許せないことが一個あって、前も言ったかもしれないんだけど、俺ペットとかに食べ物の舐めつけるのすげえ嫌いなの。プリンとか。そうそうそう、プリンは まさにうちの妹の犬の名前がプリンで、前のね、チョコとかチーズとか、チョコとかチーズとかで、俺すげえ尊敬してる先輩がいて、その人のトイプードルっていうの、茶色いさ、あれトイプードルだったの、あれの名前がカツカレー、唐揚げっていうの。うわぁ、俺さ、本当にそのものじゃねえし、いや、食べ物じゃねえからそもそも、唐揚げに仮に見えたとしても、唐揚げって呼ぶんすよ、動物を。なんかね、俺すげえそれが嫌で、これをもし見られたらやばいと思ってるけど、でもちょっとこれは言いたい、食い物の名前つけんな動物にっていう、それをマジで俺強く思ってて、なんかそれぞれのさ、あんじゃんセンスとかがあるけど、まあ、ショコラも言ったらチョコだし、そうチーズとか、チーズはもうマンパンマンだから許されるだけで、そうプリンはうちの妹がまさにつけてたし、意味わかんないよね、食い物の名前つけるって。ただ本当それだけのことなんだけど、何のその後続くあれもないんだけど、なんか自分だったら花の名前とか、例えば動物でも花の名前とか町の名前とか、なんかそう意味のあるあれにするけど、食べ物ってさ、そもそもなんつうの、価値としてさ、食って栄養にするものなわけじゃん。だからなんかそれがなんか響きが可愛いとかで、プリンとかは千歩譲って許せるわけ、まあしょうがねえかなみたいな。唐揚げはねえだろみたいな、なんかそれがどうでもいいやつとかだったらいいんだけど、すげえそれが嫌だった、ずっと今まで言わなかったけど、なんかそういうのありますよね、許せない。まあただそれだけなんですけど、名前のセンスに関してのお話だから。なんかさ、文句言えねえじゃん、例えば自分の友達とかがペット飼いました、なんかなんだろう、くん、なんかニンニクとかにしたとして、例えばね。で、俺ニンニクだったら100ポイズっていいの。なんでかって言うと、それは植物の名前だから、野菜でも食べ物の名前でもない、まだ加工前だからいいの、いいんだよ正直。メンチカツとかダメなんだ。そう、メンチカツとかきついな。なんだろう、そうかといって別になんか高吉とかさ、ユースケとかにしろってわけじゃないんですよ、犬だから人間じゃないし。だけど別にそれはそれでいいんですよ、いいじゃん、どうも、はじめとかさ、いいんだけど、カタカナでもうこだわりすぎて、食い物にすんなって思ったって話。俺フルーツとかいいと思う、別にアップルみたいなのとかマンゴーとかね。ただその食い物っていうのが加工後の、加工後は勘弁してくれ。ジャーキーとか嫌じゃない、なんかジャーキーは犬が食うもんだから、そう、すげえ思った。ニンニクは OK、 ニンジンとか別に、キャロットとか可愛いじゃん。多分キャロットっていうなんかイギリス人の女の子いそうだしな。いそう。いいんだけど、そう、すげえ思った。ゆで卵ボイルドエッグってこと。ゆで卵ってひらがなで、ゆで卵は忘れないけど、まあ、それに近いけど、ゆで卵っていう名前をつけたとしたら同じだね、話したくないね、その人とはね。そう、申し訳ない、そう思っちゃったって話、ごめんね、どうでもいい話を10分ぐらいしちゃってるけど。はい、というわけでね、まあ明日は、初めての、初めて、盛岡は、盛岡っていうか岩手、うん、あ、行ったことある盛岡も、うん、あ、そうなんだ、私初めてで、お前だけど、
そう、彼はなんか5年ぐらい前に仙台とかも来たらしいんですけど、球団のために。いや、でも自分初めてで、明日岩手も初めてで、どんなとこなんかなって。明日朝松島に行く予定なんですけどね、早く寝なきゃいけない。今何時ですか？もう2時過ぎた。2時、やば。あ、2時ですね。はい、というわけでそろそろ、おやすみフィちゃんということでね、またお会いしましょう。バイバイ。ペットの名前に食い物にすんなよ。